150円しかないんです。21時を過ぎた。小さな子供には遅すぎる時間。その小さな小さな手に握られた50円玉。50円しかないんですが、何かください。泣きそうなその顔を見て、俺は笑顔でうなずいた。わかった、お店の中で待っててくれるかな。そうして店自慢の特製コロッケを持たせてあげる。途端輝く可愛らしい笑顔、俺たちも自然と笑顔になる。この縁がきっかけで数日後、とんでもないことが起き、俺たちはこの出会いに深く感謝することになるのだった。俺は木村直也。妻と二人の息子がいる。俺は妻の麻美と共に、駅前の商店街で定食木村という定食屋を営んでいる。店の人気メニューはコロッケ定食500円。自家製のコロッケは外側サクサク、内側ホクホクで、ちょっとした隠し味を使っている。父親から伝授されたコロッケは父の代から人気商品だ。テイクアウトでも買っていく人の多い人気メニューだった。ここのコロッケは特別だよ。そうそう。外側サクサクなのに、食べた瞬間、中のホクホクしたジャガイモが口の中に広がるんだよな。確か、2種類のジャガイモを使っているんだっけ？しかも、何の隠し味使ってるかわからないけど、ソースつけなくてもすっごい美味しいんだよな。ここのコロッケ食べたら、他のコロッケなんて食べられないよ。だから、ついつい買いに来ちゃうんだよね。そう言って、笑顔で、みんな買ってくれる。そんなコロッケはお客さんだけでなく家族にも人気だ。俺たち夫婦には二人の息子がいる。大学で法学部を専攻している長男の祐介と、高校生で野球部に所属している次男の康介だ。この二人の息子は店にほとんど顔を出さず手伝わない。父さんのコロッケはうまいよな。ほんと、俺が一人暮らしできないのはこのコロッケが食べられないからだし。褒めてくれるのは嬉しいが、それよりも店を手伝ってほしいんだけどな。ごめんごめん。だけど時間があるときはできるだけ勉強しないと間に合わなくてさ。せっかく教えてくれる先生の期待にも応えたいし。俺も部活が忙しくて、毎日毎日練習があるし、今は特に大事な時期だし、と、それぞれ忙しそうだ。今はまだいいけどな。そうね、あの子たちはこの店を継ぐつもりはなさそうだもの。今はまだ、俺も妻も元気だが、将来的にはこの店をどうするかというのが悩みの種だった。可能なら、父の代から続いているこの店を閉めたくない。何よりこのコロッケを俺で終わらせたくないんだけどな。ま、なんとかなるんじゃない。そうだな、ま、その時はその時だな。ある日の閉店後、21時を過ぎた頃だった。まだ鍵を閉めていなかった店の扉が開いた。あ、すいませんが、もう閉店して。え？そこにいたのは、小柄な体に整えられた長い髪、可愛らしい顔をした小さな子供だった。こんな時間に小さな子供が一人で？意外な来客に思わず固まってしまった。50円しかないんです。その子が握りしめていた手のひらを開くと、そこには一枚の50円玉があった。お腹が空いてしまって、何か食べ物が欲しいです。正直、俺の店には50円で渡せるメニューはない。50円だけだと、
コロッケ一つも渡せない。これしかないんです。50円しかないんですが、何かください。今にもその大きな目から涙がこぼれそうだった。泣きそうに訴えられたら何も持たせずに返すことなんてできないな。やっぱりダメですよね。わかった。お店の中で待っててくれるかな。笑顔でうなずき、小さなお客さんを店の中に招き入れた。あら、その子は？お客さんだ。ここに座って待っててね。はい。子供を適当な席に座らせ、閉店作業をしていた不思議そうな顔の麻美に近づく。お腹が空いてるそうなんだ。50円だけなんだが。麻美に事情を説明すると、彼女は仕方なさそうに笑った。仕方ないわね。すまないな。いいわよ。また今度の楽しみが増えたわ。あの子は任せて。あ。麻美に子供のことを任せて、俺は厨房に入った。そこにあるのは夕飯用に取っておいた揚げる前の俺と妻のコロッケ。今日は息子たちがいないから、俺たちだけで食べようと楽しみにしていたものだ。それを小さなお客さんのためにあげる。そして揚げたてのコロッケをテイクアウト用の容器にキャベツとともに盛り付けた。ずいぶんお腹空いてそうだったな。袋に入れようとした時に泣きそうな顔を思い浮かべた。念のためおにぎりを2つ握り、一緒に袋に入れた。ホールに戻ると、小さなお客さんは、麻美と一緒におとなしく待っていた。お待たせしました。キッズおにぎり定食です。ありがとうございます。これ。はい、確かに。袋を渡して50円を受け取る。袋を受け取ったその子は、不安そうに袋の中を覗いた。こんなにいっぱい、いいの？中身を確認した途端、目をキラキラさせる。テイクアウト専用のキッズメニューだよ。裏メニューだからメニュー表にはないけど。そう、笑ってみせた。本当は裏メニューなんてないけど。ありがとう。俺の言葉に輝くような笑顔を浮かべる。自然とつられて、俺たちも笑顔になった。あら、もうこんな時間。もう遅いから送るわよ。でも。まだおしゃべりしたいの。嫌かしら？ううん、もっとお話ししたい。そして、麻美が子供を家に送ることに。目線を送れば、彼女は任せて、とうなずいた。それにうなずき返し、二人を見送った。ただいま。お帰り、話は聞けたか？ええ。帰ってきた麻美が彼女から聞き出した話をしてくれた。あの子、小島空ちゃんって言うんだって。小学1年生だそうよ。だからあんなに小さかったのか。小学1年生がこんな時間に出歩くことになるなんて。一緒に住んでいるお母さんが昨日から帰ってこないらしいの。え？今までは家の中にあるものを食べてたんだって。でも、それがなくなってしまったらしいの。それでうちに？ええ。お腹が減ったから商店街に来たんだって。でも、あんな時間だからほとんどのお店が閉まってて、電気がついてるのがうちのお店しかなかったんだって。だから、あんなに泣きそうな顔だったのか。やっと見つけた店がうちだったんだな。お家は小さなアパートだったわ。弟がいるって言ってたんだけど、明かりついてなかったわ。麻美の話に嫌な言葉が頭に浮かんだ。まさか、私も考えていたんだけど、もしかしてネグレクトじゃないかしら。あまり考えたくないが、もしそうなら何とかしてあげたい。そうだ、あそこに住んでるなら、空ちゃんと同じ学校に通うお子さんを持つ奥さんがいるわ。明日、話を聞いてみるわ。あ、頼むよ。
翌日の朝、麻美は早速話を聞いてきた。三浦さんの奥さんがね、その場で子供たちに聞いてくれたの。でもお子さんたちは、ソラちゃんっていう女の子は知らないって言ってたのよね。その言葉に俺たちはますます心配になってしまった。小柄だったな。児童相談所に相談してみた方がいいかしら。いや、ちょっと待て。心配そうな顔をする麻美を止めた。まだ本当にそうだっていう確証がない。でもひとまず様子を見よう。それからだ。麻美をなだめ、ひとまず俺たちは様子を見ることになった。そんなことを話した日の午後。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。こんにちは。昨日のソラちゃん。2時くらいになった頃、ソラちゃんと一人の女性が店を訪ねた。女性はさらに幼い子供を抱っこしている。昨日はソラがお世話になったそうで、本当にありがとうございました。女性が俺たちに向かって深く頭を下げた。ソラちゃんのお母さん？はい。とりあえずお席にどうぞ。それでお話をお聞かせください。そして俺たちは親子の話を聞くことにした。昨日は事情があって帰れませんでした。そうだったんですか。はい。それでソラが大変お世話になったと聞いて、それで今日はお礼を言いたくて。あ、いえいえ、久しぶりにお子さんとお話できて楽しかったですから。とりあえず心配していたネグレクトはなさそうだ。仲の良さそうな親子の様子に麻美と顔を見合わせて微笑んだ。あ、そうだ、コロッケとおにぎりのお金を。いえいえ、すでにお金はソラちゃんからもらっていますから。そんな。いいんですよ。本当にありがとうございます。ソラちゃんのお母さんはますます恐縮したように頭を下げた。その時、ぐーっという音がした。お腹すいた。どうやらソラちゃんのお腹が大きく音を立てたらしい。お昼ご飯はまだですか？ええ、うん。それなら一緒にまかないを食べませんか？そんな、そこまでお世話になるには。食べたい、おじちゃんのご飯食べたい。お母さんは遠慮していたが、そらちゃんは素直に言ってくれた。こんなにはっきりとお願いされたらな。ええ、たくさん作りすぎちゃったし、せっかくだから食べていって。たまにはにぎやかに食べたいものを。はい、本当にありがとうございます。子供のストレートなお願いには勝てず、俺たちは4人で遅い昼食をとることにした。ちなみに、ソラちゃんの弟はまだ離乳食を食べ始めたばかりで、今はぐっすりと眠っている。おいしい。本当においしい。ソラちゃんのお母さんは出された食事をおいしそうに食べていく。そんな彼女の箸の持ち方や食事の仕方はとても綺麗だ。それはソラちゃんも同様だった。おじちゃん、コロッケおいしいよ。そうかそうか。ソラちゃんはすっかりコロッケが気に入ったようだ。食べると決まった時から、コロッケ、昨日のコロッケ食べたいと言っていた。そういえば、ソラちゃんのお母さん。はい。お名前を聞いても？すいません、私は小島久美と言います。お母さんは丁寧に挨拶をしてくれた。よければ事情というのを聞かせてくれませんか？はい。そして俺たちに事情を聞かせてくれた。夫とは別居中で、実は今身を隠してるんです。身を？はい。夫の家は日本舞踊の家元で、私はそこの生徒でした。そこの日本舞踊は
女性しか家元を継ぐことができないという決まりがあるんです。今は夫の母が家元で権力を握っています。それなら次は久美さんが？いいえ、私には才能がありません。家元を継ぐなんて到底できません。それで目をつけられたのが孫の空だったんです。なるほど。それで幼いながらにこんなに礼儀がしっかりしているのか。だが身を隠していると言っていた。ということは。じゃあ空ちゃんは日本舞踊の家元を継ぎたくないのね。そう麻美が尋ねると、空ちゃんはしっかりとうなずいた。だって俺は男だよ。え？その言葉に俺たちは目を丸くした。そしてよく空ちゃんを見る。確かに空ちゃんは長い髪に可愛らしい顔立ちをしているから女の子だと思っていた。しかし昨日も今日もハーフパンツを履いているし、スニーカーも寒色系だ。言われてみれば男の子が好きそうな格好だ。すいません、てっきり女の子かと。いえ、仕方ないことですから。久美さんも空くんも本当に気にしていないらしい。久美さんは複雑そうな顔をした。空の祖母、私の義母にあたる姑が空を女の子として育てようとしているんです。は？その上、私には女の子を産むようにと毎日のように小言を言われて、久美さんの子供は今のところ空くんとその弟のあきくんだけらしい。あきくんのことでもだいぶ責められたそうだ。どうして男なんか産んだんだ。今度こそ女の子を産めと言っただろうって。そんな、今時、父親はどうしてるんだ？夫は他人事で全くかばってくれません。それどころか、分かって嫁に来たんだろ。それくらい我慢しろ。お前がさっさと女の子を産めばいいんだって。義母の肩を持つようになって。あそこに私たちの味方はいません。あの二人は周りには猫をかぶっていて、いい姑と旦那を演じているんです。それを聞いて思わず絶句した。令和になってもうだいぶ経つというのに、そんな時代錯誤なことが未だに行われているなんて。麻美も困惑した表情をしていた。義母からの毎日の嫌がらせや夫の無関心に耐えかねて、私は空と秋を連れて家を出ました。私の実家は両親が数年前に事故で天国に行ってしまってないんです。もし残っていても実家を知られている以上連れ戻される可能性が高くて、それで何のゆかりもないこの地に来ました。大変だったね。義母たちにバレないようにするのが大変でした。それで昨日ようやく仕事が決まって初出勤で突然残業になってしまったんです。それで帰れなかったのか。急いでいたためブラック企業に就職してしまったらしい。あきくんはまだ24時間体制の保育園に預けていたためなんとかなったが、そらくんは一人留守番することになってしまった。予定していた時間に帰れず、もともとそんなに食べるものも用意しておらず、我慢できずに夜の街に出てしまったそうだ。そらくん、学校は？急いで出てきたので、まだ転校手続きが済んでいないんです。だからそらくんは、このあたりの学校に通っていなかったんだな。だから、近所の奥さんとそのお子さんも、そらくんのことを知らなかったのか。それだけ、この親子は苦労してやっと逃げ出せたんだな。もし、ネグレクトだと通報して、父親の方に連絡が行っていたら、その苦労が水の泡になるところだった。念のためやめておいて正解だった。なんだかお二人に話したらすっきりしました。久美さんは本当にすっきりしたような笑顔を見せた。
本当にありがとうございました。またいつでもコロッケを食べに来てね。何でも力になるから頼ってね。そう声をかけると親子は笑顔でうなずいてくれた。それから空くん親子は定食屋にたびたび顔を見せるようになった。おお、来た来た、空ちゃん。こんにちは。常連客とも交流を深めていった。特に空くんは人懐っこくニコニコしているため、おじさんたちはすっかりハートをわしづかみにされたらしい。本当に空ちゃんは可愛いよな。こんなに可愛いこと話せて嬉しいよ。そうだよな。うちの娘なんてあんまり口聞いてくれないよ。あんな笑顔で話してくれるなんて本当に可愛いよ。俺、男だよ。え、そうだったのか？いやー、男の子だったのか。でも、可愛いことには変わらないよな。性別を明かしても、そらくんは可愛がられていた。むしろ、女性陣が。そらくん、男の子だって？今、あんなに可愛いってことは、将来、絶対イケメンになるわね。将来、イケメン候補ね。と、色めきだっていた。クミさんも、最近、仕事順調そうだね。ええ、おかげさまで。クミさんの会社は、ブラックとまではいかないが、人手が足りない状況だったらしい。加えて、初出勤の日は、ちょうどトラブルがあって、いきなり残業ということになってしまったそうだ。今でも残業はあるが、そうなりそうな時は俺たちに空くんと秋くんを頼むようになった。俺、おじちゃんのところがいい。そこまで迷惑をかけるわけには。いいんだよ、ぜひ預からせてくれ。さあさあ、私たちの息子はもう大きくて、言っちゃあれだけど可愛くないのよね。なんだか癒されちゃって。それに息子たちもこんな可愛い子たちと触れ合えて嬉しそうなのよ。それなら、ありがとうございます。よろしくお願いします。これは空くんの希望であり、俺たちから申し出たことだった。実際息子たちは勉強や部活の合間に二人と遊んでおり、気分転換になると楽しそうだ。空ってば何食べたいって聞くと、おじちゃんのコロッケって言うんですよ。だっておじちゃんのコロッケは特別なんだもん。秋も大きくなったらきっとコロッケ食べたいって言うよ。そうかもね。秋くんはまだ小さいが、割と男らしい顔をしている。普段からおとなしく、あまり大泣きもしない。空くんとはまた違ういい子だった。久美さんや空くんだけでなく、俺たちの顔を見ればニコッと笑う姿が可愛らしい。そんな愛らしい姿に、秋くんは秋くんで女性陣に人気だ。あ、そうだ木村さん、ちょっと耳に入れておきたい話があるんだけど。それからしばらくして穏やかな日常が続く中、納品に来た八百屋の奥さんからある男が現れたと教えてもらった。その男の人がね、空くんを探してるみたいなの。空くんを？正直気味が悪くてね。私は知らないって言っておいたんだけど、木村さんも気をつけてね。そう話して彼女は八百屋に戻っていった。まさか空くんの父親が？どうしたの？何かあった？実は俺は悪い予感が隠しきれず、麻美にも話した。何もなければいいんだが。おじちゃん、来たよ。こんにちは。ああ、二人ともいらっしゃい。いつものコロッケ定食でいいかしら。はい、お願いします。その日の昼過ぎ、クミさん親子が食事をしに店に現れた。二人のコロッケ定食を作る間、俺たちと談笑しながら待っている。アキくんもアサミに抱っこされてご機嫌そうにしていた。やっと見つけたぞ。あなた、それにお母さん。そんな穏やかな空間を壊すように、一人の男性、そして着物を着た年配の女性が現れた。
こんなところまで逃げやがって、帰るぞ。やだ、離せ。空を離して。久美さんが驚愕で固まっている間に、男性が空くんの腕を掴んで連れて行こうとした。麻美は秋くんを抱えており、俺も厨房に入っていたため止めることができなかった。すぐに彼らの元に向かう。空くんが必死に暴れ、久美さんも取り返そうとするが、老婦人が邪魔をする。母親のしつけが悪いから、女の子なのにこんなに乱暴になって。あ、本当に恥ずかしいわ。空は男の子です。この子の自由を奪わないで。空の存在を否定しないで。嫌そうに言う老婦人に、大声で反論しながら、空くんに手を伸ばす久美さん。常連客が察してくれたようで、連れて行かないように彼らの行き先を塞いでくれた。お前が女を産まないのが悪い。母さんの手を煩わせるな。ふざけるな。久美さんに向かって怒鳴りつける男。久美さんの夫に俺も怒鳴った。空くんを離せ。お前のやろうとしていることは誘拐だ。俺は久美さんに加勢し、空くんの体を抱き寄せた。他人が入ってくんな。空くんはうちの店の大事なお得意様だ。それに母親の言うことに従って久美さんと空くんを犠牲にするお前は空くんの父親なんかじゃない。絶対に空くんを離してたまるかと強く抱きしめれば、空くんも俺の腕にしがみついてくる。あなた、今久美さんが女を産まないのが悪いとか言いましたけど、頭が悪いのかしら。ああ、常識そのものがないのね。恥ずかしいのはそちらでしょ。何？アキくんを他の常連客に預けたアサミも加勢してくれた。知ってます？子供の性別って男性の方の遺伝子で決まるんですよ。だから父親の方に責任があるんです。今時私でも知っていることですよ。ぐっ。アサミの言葉に父親の手の力が弱まった。それに一気に力を込めれば父親の手が空くんから離れた。空、お母さん。久美さんに空くんを渡せば、久美さんは強く空くんを抱きしめた。さて、あとはもう一人。老婦人が秋くんの姿を探せば、彼は事態を察して大泣きしている。今まで秋に興味もなかったじゃない。黙りなさい。久美さんの言葉に老婦人も取り繕うのをやめたらしい。イラつきを隠さずに怒鳴った。それに俺も久美さんたちの前に立つ。久美さんも空くんも秋くんもお前たちには渡さない。そしてしっかり宣言した。くっそ、お前ら絶対許さない。覚悟しとけ。父親が怒りの表情で俺たちを見てきた。覚悟するのはそっちじゃないかな。は？父親が振り返った先、そこには息子の祐介がいた。祐介は弁護士の名前が書かれた名刺を彼らに見せる。久美さんから相談を受けて弁護士の先生を紹介したんだ。そう、息子は将来弁護士になるために法学部に通っている。そして卒業後、お世話になる予定の弁護士の先生に勉強を教わっている状態だ。久美さん。はい。父さんから話は聞いてるよ。俺、今お世話になってる弁護士の先生がいるんだけどさ、その人離婚問題に強いんだ。え？久美さんが望むならその先生を紹介するよ。よろしくお願いします。久美さんのことを話したら、祐介はすぐに動いてその先生を頼るように彼女に勧めていた。証拠もたくさんあったからすぐに離婚できると思うよ。そちらがごねるなら裁判。裁判になったらみんなにあなた方がやったことが知られるけどいいの？久美さんへの暴言や空くんに対しての
助走の強要。録音も残ってるから逃げられない。もう片方の手にスマホを持ち、そう言ってにやりとゆうすけは笑った。この時ほどこの息子が頼もしいと思ったことはない。くっそ、余計なことをしやがって邪魔するな。ゆうすけ。父親がゆうすけに殴りかかろうとした。俺の兄貴に何するつもりだよ。そんな父親の腕を掴んで止めたのは次男のコウスケだった。何する。えっ。野球部の友達たちと共に帰ってきたらしいコウスケは背が高くがたいがいい。それは友人たちも同じだ。甲子園の参加を目指す彼らは日々厳しい練習に耐えているため、囲まれると相当な威圧感を感じる。俺が呼んどいた。最低な父親と祖母が店に来るから、追い出すために友達連れて店に来いって。みんなに声をかけたらすぐに賛成してくれて一緒に走ってきたよ。もともと途中まで来てたし。笑いながら言うゆうすけにコウスケが笑顔でうなずく。スマホを持っていたのはコウスケに連絡を取っていたかららしい。我が息子ながら良い周到だ。で、ソラ君をどうするつもりなわけ？そしてそんな彼らが今父親と義母を囲んでいる。彼らだけでなく常連客も二人を囲んでいた。さすがに分が悪いのを察したのか青い顔をしている。いいか、二度とこの土地に足を踏み入れるな。ソラ君とクミさんには俺たちがいる。これ以上ソラ君とクミさんに嫌がらせしたらただじゃおかない。もちろんアキ君の前にも顔を見せるな。くそ。うん、覚えてらっしゃいな。二人は逃げるように店を出ていった。二人とも大丈夫だったか？ありがとうございます、皆さん。ありがとう。クミさんとソラ君は頭を下げると笑顔で抱きしめ合う。アキ君もいつの間にか泣き止み、返されたクミさんの腕の中でニコニコしている。この笑顔を守れて本当によかった。俺とアサミは顔を見合わせて笑い、ユウスケとコウスケがハイタッチを交わしている。それからこの一件は商店街中に広まった。もしこの二人の姿を見かけたら、塩を撒いて追い払うことになっている。実際何度かその姿を見せたことがあるらしいが、ソラ君とクミさんには合わせないと追い払われるらしい。そして目撃情報があればすぐに近くの人がソラ君たちを保護。念のためアキ君を預けている保育園の方にも事情を話し、クミさんと俺たち以外が来たら追い払ってもらうようにしている。それから弁護士を挟み、みんなの協力のもと二度と会うことなく久美さんは離婚が成立した。空くんも髪の毛を切り、今ではすっかり男の子である。顔は相変わらず整っているが、もう女の子に間違われることもない。そして久美さんは離婚を機に残業が多かった仕事を辞め、俺の定食屋を手伝うようになった。ソラ君も学校帰りには店の手伝いをして過ごすようになり、二人は看板親子としてみんなから愛されている。そういえば、あの小島って日本舞踊の家元だっけ？あそこ廃業したって。そうなのか？そう。どっかからかこの間の誘拐未遂と二人への態度の情報が出て、周りからだいぶ叩かれたらしいよ。ゆうすけがそう教えてくれた直後、テレビでちょうどあの二人のことが流れた。相当世間から叩かれているらしく、ついに警察の取り調べが入ったらしい。その後の二人のことはわからない。だが、
噂では人目を避けて遠い土地に移ったらしい。もう二度とこの地には来れないだろう。その話を聞いた久美さんは本当に安心したように笑っていた。これでも一安心だな。おう、あの時間に合ってよかったわ。そう話す二人の息子たちは相変わらず店を継ぐ気がないらしい。ゆうすけは弁護士をこのまま目指すし、こうすけはプロ野球選手か体育の先生を目指すのだという。ゆうすけ兄ちゃん、こうすけ兄ちゃん、あの時は本当にありがとう。兄ちゃんたちかっこよかった。まあな、かっこよかったってわかってるな、そらは。そんな二人にも懐いているそらくんは、さしずめ我が家の三男のようだった。そのうち、あきくんが四男になるかもしれない。おじちゃん、料理教えて。おお、いいぞ。早くおじちゃんのコロッケ作れるようになりたいな。さすがにまだ早いな。もう少し大きくなったら、秘伝のレシピを教えるぞ。約束だからね。正直、この子が将来店を継いでくれないかなと考えてしまう。久美さんの旧姓が木村だったこともあり、名前的にも違和感はない。そんな都合よく物事を考えないの。そらくんは、そらくんのなりたいものになればいいんだから。わかってるさ。俺の考えを察したらしい浅見に笑われてしまった。そらはすっかり店にも、この土地にも慣れている。周りの商店街の大人たちも、ソラの成長を見守ってくれていた。あのね、おじさん。ん？どうした、ソラ。俺、この店を継ぎたいんだ。数年もすると、都合のいいことが起きた。ソラたちは、もう俺たち家族の一員になっており、それもあってか、店を継いでくれると言ってくれた。ちなみに秋も、俺も大きくなったら、この店で働いて、兄ちゃんの手伝いをすると言ってくれた。この店の将来も安心だな。ソラがあの日うちに来てよかったな。ええ、本当に。さらに数年経過し、俺たちが引退した後、宣言通りソラと秋の兄弟が店を継いでくれた。あのコロッケも今でも人気商品として兄弟がついてくれた。長く働いてくれた久美さんの支えもあって、店はますます繁盛しているそうだ。祐介も弁護士として、久美さんのように困っている人を助けると、離婚問題に強い弁護士として一躍有名に。康介の方は今はプロ野球選手として世界に飛び立った。今度、それぞれ奥さんと子供を連れて店に来ることになっている。50円がつないでくれた奇妙な縁だが、みんなが笑顔になっており、それぞれ幸せでよかった。おじさん、俺のコロッケ食べてよ。ああ、もちろんだ。あの日の出会いに感謝し、俺たちは笑顔で幸せの日々をかみしめた。いかがでしたか？チャンネル登録をしていただくことで、今後の動画の制作の励みになります。また次の動画でお会いしましょう。